ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。はぁ、どうしたんだ霊夢？さっき公園を歩いていたら、顔色が悪くてうつむいて歩く男の人を見たのよね。不気味でちょっと怖かったわ。もしかして幽霊だったのかしら。まあその人の具合が悪かっただけかもしれないが、幽霊の目撃談はどこにでもあるよな。上野公園も有名な心霊スポットっていうことは知ってるか？へえ、知らなかったわ。上野公園って都会の真ん中にある公園だから、いつも賑やかで心霊現象とは無縁だと思っていたわ。心霊現象の真偽はともかく、そんな話が出る場所には何かしらの理由があるものだぜ。今回は、そんな上野の謎とその背景となった歴史を解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。そもそも上野にはどんな怖い噂があるの？上野公園の忍ばずの池の近くで心霊現象の体験談が多くあるぜ。駅の近くにあって人通りが多い場所なんだが、花火をやっているわけでもないのに、バン、ガラガラ、パチパチと火花の音が聞こえるらしい。それは奇妙ね。他にも忍ばずの池のボート乗り場の近くでは、うつむき加減でブツブツ言いながら歩く男性の姿が目撃されている。この人を見ても振り返ったり、顔を見たりしてはダメという噂だ。なぜかしら。何でも池に引きずり込まれてしまうって話だ。この霊は忍ばずの池で命を絶った人の霊のようだな。それも怖いわね。広くて良い公園とはいえ、うかうか歩いていられないわ。こんな噂が出る地域ってことは、昔から曰く月の土地だったのかしら。上野公園付近の整備は江戸時代から始まるぜ。そもそも今の上野は上野台地の先端あたりの上野山のことを指すんだ。昔は山だったのね。戦国時代には忍ぶ丘と呼ばれていて、人口の少ない地域だった。江戸時代に江戸が政治の中心となると伊賀国上野を本拠地とする外様大名、東道高虎の屋敷が置かれた。伊賀っていうのは現在の三重県伊賀市のことだな。そのお殿様のふるさとの名前にしたのね。その後上野に徳川将軍家の菩提寺、寛永寺が開かれる。これは徳川幕府の安泰と民衆の平安を祈願するためなんだが、江戸城の鬼門にあたる上野が建設地になったんだ。江戸城は今の皇居の場所にあったから、皇居の北東の上野公園の方角が鬼門ってわけね。でもなぜ鬼門にお寺を建てたのかしら。京都の比叡山延暦寺に習ったらしい。比叡山延暦寺が京都御所の北東に位置していて、鬼門封じとして国を守る役割を果たしてきたんだ。だから寛永寺は東叡山寛永寺と呼ばれるぜ。東の比叡山ということね。その後、上野は門前町として栄えていくんだ。大きいお寺ができるということは、お参りする人が増えて、町が発展していったんだね。ところが時が進んで幕末になると、寛永寺は消失してしまう。上野戦争という騒乱に巻き込まれてしまうんだ。時代の流れは残酷ね。その後、明治政府に管理されることになった寛永寺の跡地には近代的な公園が建設されることになり、明治6年に日本で初めての公園として上野公園が作られた。以降、上野は市民の憩いの場としての公園と、東京の北の玄関口として発展していくぜ。途中、関東大震災、東京大空襲と大きな災害、戦火を経て、今では国立博物館や美術館、動物園を擁する文化の発信地の場としての役割を果たしている。上野の歴史はわかったわ。霊が関連ありそうな出来事といえば、上野戦争かしら。亡くなった人も多そうだし、怨念が残っているなんて噂を広める人がいても不思議ではないわ。そうだな。それじゃあ今度は上野戦争を詳しく解説していくぜ。上野戦争は幕末に起こった戊辰戦争の中の騒乱の一つだ。時は1867年将軍徳川慶喜は大政奉還を行う。徳川家が独占していた政権を朝廷に返還したんだ。これはよく知っているわ。徳川幕府の時代がこれで終わったのよね。ところが実際のところはそう簡単な話でもないんだ。政権を返したと言っても、朝廷側もすぐに政治を切り盛りできる体制ではなかったんだ。それを見越して慶喜は政権を返した後も新政府の要職に就くことを考えていたようだ。慶喜は幕臣に命じてイギリスの議員制度を参考に、今の内閣や国会のような組織を作り、そのトップに徳川家が就く構想もしていた。そうなんだ。なかなか慶喜さんは作詞みたいね。まあ後から見たらそうなるな。ただ徳川家の権威も低下していて、次に変わる政治機構もまだない状況では割と現実的なプランだったとも言えるんだ。なるほど。まだ世の中のためには徳川の力を使う必要があると慶喜さんは考えていたのかもね。大政奉還後も徳川家の力は残り続けたわけだが、岩倉具視と西郷隆盛率いる薩摩藩を中心とした倒幕派は徳川家の影響を排除したかったんだ。そうなんだ。どうして？迫り来る外国の脅威に対抗するためには、先進的な技術や産業で国力をつける必要がある。そのためには一部の人に政治が独占される仕組みを変える必要があるという考えだったらしい。なるほどねー。どちらの立場にも言い分があるものね。
大政奉還の2ヶ月後に王政復古の大号令が発せられ新政府が樹立。その内容は徳川慶喜の将軍職辞職、幕府の廃止、京都守護職京都諸子大の廃止、摂政関白の廃止、そして新たに総裁、議場、参与の三職を置くというものだった。新しい要職のメンバーに徳川慶喜の名前はなく、大号令当日の三職会議にも慶喜は出席はできなかった。まさに慶喜さん外しね。そうだな。この大号令は幕府側の人間を朝廷に出入りできないようにして、天皇と倒幕派で行われたもので、徳川にとっては一方的なものだったと言えるな。幕府派の人は嫌な気持ちになるわね。その大号令当日の三職会議で、徳川家の領地が半分にされること、慶喜の内大臣の官位も返上されることが決定した。自分がいないところでそんなことを決められるなんていじめみたいなものね。まあ反幕府派の人も弾圧されたりしていたから、どちらが正義とはこの時代言えないかもな。その三職会議では慶喜の出席がないことを批判する人もいたが、岩倉、西郷によって抑え込まれてしまった。こういった徳川外しにより、幕府派の藩と薩摩藩を中心とする新政府軍の対立が激化。この一触即発の状態を懸念して慶喜は京都から大阪城へ退去するんだ。戦うことは選ばなかったのね。天皇がいる京都で戦乱は避けたかったみたいだな。それに国内で争うことは得策ではないと考えていたみたいだ。ところが江戸で薩摩藩邸の焼き打ち事件が発生する。これは倒幕派の薩摩藩浪士の挑発行為にたまりかねた江戸幕府が浪士たちの引き渡しを求めたが、薩摩藩が拒否したことによる報復行為だった。そうなの。挑発行為ってどんなこと？殺人や放火だな。今で言うテロの一種だ。それは江戸幕府が起こるのもわかるわ。だが、この出来事は薩摩藩の倒幕の絶好の口実となってしまう。そして徳川慶喜も薩摩を討つべしという声を抑えきれず、1868年元旦に討殺の意を出して薩摩藩への攻撃を宣言。薩摩藩、それに味方する長州藩の軍と旧幕府軍が鳥羽街道で激突するんだ。鳥羽伏見の戦いね。以降の旧幕府軍と新政府軍の戦いを戊辰戦争というのよね。よく知ってるじゃないか。でも戦局は開戦翌日に薩摩長州側に錦の御旗が掲げられることで一変する。この旗は朝廷を意味するから、薩摩長州の軍が正式な朝廷の軍、幕府軍は朝敵となったんだ。この出来事はもともと、戦う意志のなかった慶喜の戦意をさらに喪失させてしまい、慶喜は船で江戸へ逃げ帰ってしまった。幕府側は総大将がいなくなったのね。残された部下たちの戦意もなくなってしまったでしょうね。その通りだ。この戦いに旧幕府軍は大敗して敗走することになる。江戸へ帰った慶喜は強順の姿勢を取ることにした。徳川家の指揮は部下の大久保一郎と勝海舟に任せて自分は上野寛永寺で謹慎生活を過ごすと決めたんだ。慶喜さんはもう戦う気はあまりないみたいね。ところが慶喜の謹慎を不満に持つ一部で慶喜の除名、薩摩への対抗の名目で将棋隊が結成された。あら、おとなしくしようとする旧幕府にとってはあまり都合の良い動きとは言えないわね。そうだな。とはいえ、旧幕府の強順派は将棋隊を公認、江戸市中の治安維持の役目をさせたんだぜ。その後、将棋隊は上野寛永寺を拠点にしたんだ。1868年4月に進撃する新政府軍が江戸に到着。西郷隆盛と勝海舟の会談により、江戸城の無血開城が決まる。この時に慶喜はふるさとの水戸で謹慎することになるんだ。いよいよ徳川も終わりって感じね。しかし慶喜が水戸へ移った後も、将棋隊は寛永寺に駐留し続けた。この頃には新政府軍へ反抗するために、各地から強硬派が集まり手に負えなくなっていたみたいだ。徳川家は終わったとはいえ、まだ新政府に従えない人の集まりだったのかしら。まあそうだな。だが寄せ集めの組織は大体荒れていくものだ。将棋隊の中にも幕府復興を名目に放火や強盗をする者が出てきた。そして新政府は1868年5月に将棋隊の討伐を決定。この将棋隊と新政府軍の戦いが上野戦争だぜ。寛永寺に立てこもる将棋隊を新政府軍が攻めたのね。その通りだ。1868年5月15日の午前7時頃から戦闘が始まった。戦闘開始直後は将棋隊も粘り強い抵抗をしていたが、忍ばずの池を越えて打ち込むアームストロング砲など新兵器を使う新政府軍が次第に優勢に戦闘を運び始める。各藩から兵士が結集していたから、物量的にも新政府軍の方が有利だったんだと思うわ。西郷率いる薩摩藩が正門の黒門口の防備を破ると将棋隊は寛永寺本堂に退却。だが団子坂方面の新政府軍が防備を破って将棋隊の背後に回り込むと挟み撃ちになってしまう。午後5時には戦闘は終結、将棋隊はほぼ壊滅した。将棋隊の死者は266名、寛永寺も戦闘により壊滅的なダメージを受けたんだ。
無血開城したとはいえ、上野戦争は江戸で起こった戦闘だったのね。上野戦争の後、旧幕府軍は会津戦争、函館戦争と北に転戦していくが、すべて敗戦。戊辰戦争は1869年5月に終結する。上野戦争は徳川家が標準を示した後の最初の戦い。新政府の旧幕府派に対する姿勢を見せしめるものだったと言えるんじゃないかしら。なお、彰義隊の200名以上の死骸は見せしめのためにしばらく放置されていたそうだ。それは悲惨だし、彰義隊の霊も成仏できなさそう。見かねた円通寺の住職と寛永寺御用商人が後年、明治政府に掛け合って遺体を火葬して葬ったそうだ。その火葬した場所に現在、彰義隊戦死者碑があるな。この慰霊碑が建てられたのは戦闘から14年後の1882年。それまでは彰義隊は賊軍として公に供養することはできなかったんだ。そういったエピソードが彰義隊の怨念といった形で後世に怪談として残されたのかもね。その後、上野に公園が設立されて発展されていくのはさっき言った通りだ。じゃあ上野に心霊現象が多く語られるのは、彰義隊の出来事があったからなのかしら。そうだな。ただ上野公園はもう一度、戦火に巻き込まれてしまう。それは1945年3月10日、第二次世界大戦時の東京大空襲だ。東京の下町を中心に行われたアメリカ軍による空襲ね。死者は1日で10万人以上とも言われているんだが、当時は遺体の火葬が間に合わなかったため、その遺体のほとんどは大きな公園に仮埋葬された。上野公園にも約8400体の遺体が仮埋葬されたと言われている。こちらの話もかなり悲惨で心が痛むわ。被災された方はさぞ無念だったでしょう。そうだな。そんな歴史を忘れないために公園内にと希望レジの塔という慰霊碑が建立されている。現在の上野公園は博物館や美術館がたくさんあって、文化の発信地ってイメージだが、彰義隊や第二次世界大戦の犠牲もあったってことは知っておいた方がいいと思うぜ。そうよね。もしかしたら今の上野が平和と文化の象徴というイメージを持っている反面、動乱の時代で無念の死を遂げた人が多くいるというエピソードがあることが、上野に霊的な話が生まれる理由なのかもね。なんとなくそんな気もするな。心霊現象の話があれば、その理由を知りたくなるのが人間の性質だ。そうやって上野の悲惨な歴史を知っていくことで同じ過ちを繰り返さなくなるのかもな。そうなれば過去に亡くなった人たちも少しは浮かばれるのかしら。さて今回は上野の謎とその歴史について解説したが、霊夢どうだった？上野って公園や博物館、動物園もあって平和なイメージだったけど、歴史上は多くの犠牲があった地だっていうことがわかったわ。幽霊の話を信じるかは別にして、ちゃんと理解できてよかったと思う。これから上野で幽霊を見たら、話しかけてみるわ。いや、そっとしておいていいんじゃないか。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録、高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。